天のくれげ日記始まるよ。登録者1000人目指してます。チャンネル登録よろしくお願いします。どうも天です。今回は結び屋さんで遊んできました。こちらのチキンのアームのブースは初めて、ブース自体は遊んだことあるんですけど、このチキンのアームになってからは初めてで、もうやってみたかったのですぐにチャレンジしてみました。でこんな感じになっちゃったんですけど、どうしよっかなっていうふうに考えたんですけど、横になったのでこのままちょっとやってみることにしました。無理だったら初期位置戻そうかなと思ったんですけども、これがなんと割とうまくいってしっかり横はめに持っていけました。でここで結構ギリギリで掴むと持ち上げることなくうまく落とすことができました。次はベジータ取っていきたいと思います。いつもの感じで、今回は左アームで奥の方を狙ってどんどん右の方に今振っているところですね。奥側をに振る前にこんな感じでハマってくれたので、もうこれは手前をすくってどんどん落としてしまおうかなと。こんな感じで、これもう端通ってるんですよね。通ってるんですけど変に引っかかって落ちなかったので、本体押しでしっかりと落としきりました。で次はこちらの炭治郎くんですね。炭治郎くんも同じように左アームでどんどん奥の方を右に回して取っていこうかなという感じですね。結構手前の滑り止めがあまり効きが良くなかったので結構滑ってくれたんですよ。奥の方を狙っていても結構手前の方に滑ったりしてきたので、そういうところもうまく使っていいのかなと思いました。こうなったら割と厄介な形なんですけど、下の角を持ってちょっと起こしてあげながら反動で落としてあげれば簡単に落としきれました。はい、では次チフユ取っていきたいと思います。チフユが一番手数かかったかなっていう風な感じなんですけど、これは僕が悪かったので、この後僕右アームで奥を狙ってくるんと回してるんですよね。こんな感じで、で裏面だったのがこう手前に来てるんですけど、これ逆の方が良かったですね。左アームで奥を回しての方が多分早く取れました。ちょっと箱の向きが今悪いのでアームがうまくすくえないんですよね。箱を引っかかりがないので、なのでこんな感じで割としんどい目に遭ってるんですけども、もうこのぐらい角度ついてしまったらもう手前をすくって、はい、こんな感じでどんどん落としていこうかなというところですね。これはもう失敗ですね。狙いすぎました。さあこれはどうかな、あとちょっとって感じですね。もう手前をすくわなくてもいいかなっていうところで、右アームを奥にかけてあげて、はい、このまま落としきることができました。チフユはもう少し手数減らせそうだったので少し心残りですね。もうちょっと頑張ってやっていきたいと思います。はい、ということで今回は結び屋さんにお邪魔しました。今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと10ゲームズではゲーム配信もしてますのでぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。